まず開幕戦に関しては、その前の21年の最終戦が、富士だったっていうところで、そこではポールポジション取りましたし、車のポテンシャルに対しては、一定の自信はあったんですね。そこからさらに改善ができまして、開幕戦のフリー走行から非常に好調で、乗り出した瞬間からもうこの車だったら今週は、しっかり勝ち負け優勝争いできるなっていう手応えはもうその乗った瞬間に得ることができました。そこから予選と決勝と進めていくわけなんですけれども、予選はポールポジションを狙い通り獲得することができまして、決勝はスタートこそ少し失敗をしてしまって、2位に下がったんですが、そこからは落ち着いて、前が大湯選手だったっていうところもあって、かなり抜くのは難しかったんですけれども、なんとか隙をついて抜けましたし、あとは途中で雨が降ってきたんですよね。その辺りがこう個人的にどう展開が動くかっていうのが非常に難しくて、私個人としては車も調子良かったですから、あまりこう天候などに左右されない方がいいなと思いながら、残り2周の段階までピット作業を遅らせて走ってました。で、そこからアウトラップが非常に雨も少し降ってきていましたので難しかったんですが、その週末の車はやはり非常に調子も良かったっていうところもあって、コントロールもしやすかったですし、何の不安もなく、これ以上ない幸先の良いスタートが切れたなと思っています。大湯選手抜いた時は、まずスタート行かれたっていうところで、このスーパーフォーミュラーなかなかこうオーバーテイクが難しいですから。そういったところで、抜けたらいいなっていうところではありましたね。で、抜く瞬間までは、本来と作戦を変えて、ミニマムピットイン10周目終わり時点でピットインをしようっていう作戦変更をしていたので、ちょうどその段階で、ちょうど10周目入ったところで、彼をオーバーテイクできたので、もうその瞬間にまた違った作戦、終盤までピットインを遅らせようっていう作戦を取ることができたので、その辺りこのオーバーテイクできたタイミングなんかも非常にその後の展開に大きく左右したところかなと思います。開幕走った段階でやっぱりフリー走行からね非常に調子良かったですし、それが2020年の車よりもさらに進化を感じられたので、これだったらチャンピオンシップ、かなり自信を持って狙っていけるなっていう大きな自信と手応えはその段階でつかみました。まず第2戦の持ち込みの車っていうのが、少し開幕戦からこの相対的に見た時にパフォーマンスが少し劣っていたっていうのが現状で、その辺り僕もある程度こういう車がいいんじゃないかっていうところをチームにリクエストをして持ってきたところが、少し外れてしまったっていうところがまず鈴鹿大会のスタートでした。そこからフリー走行で、なんとかギリギリこう時間内に、ポテンシャルを上げきることができたので、そこからは予選に対してポールポジションはね取れなかったんですけれども、なんとか最低限の2位というところで、決勝に対してすごく大きな望みをつなげられたかなとは思っています。そこから決勝に向けてなんですけども、決勝日の朝のフリー走行ですごく、ポジティブなペースをロングランのタイムを刻めていたので、その辺りは結構ライバルたちに、大きなプレッシャーを与えられた一つの要因でもあるのかなとは思っていて、決勝では、前を走っていた福住選手が残念ながらバーストをしてしまうっていう中で、優勝が転がり込んできたわけなんですけれども、そういった週末通しての僕たちの力強さみたいなものが最終的に周りのプレッシャーにつながって、運みたいなものも同時に引き寄せられたのかなっていう、そんな印象が残っています。オートポリス大会は久しぶりにこう雨の大会になりまして、少し不安はあったんですけれども、朝のフリー走行から走り出してみたらかなりポテンシャルも高そうで。開幕戦第2戦に引き続き、このオートポリス大会でもかなりいい結果を狙えるんじゃないかなと、そういう手応えは感じました。その中で、予選は少しこう僕がアタックしているタイミングで赤旗が出てしまったりだとか、そういったところもあって、なかなかこう本来望んでいた結果は手に入らなかったんですけれども、決勝に向けてはそんなに悪い位置じゃないのかなと、十分追い上げが可能な位置かなというところではありました。決勝レースに関しては、少し難しいスタート位置だったんですけれども、1コーナーで多重クラッシュの中に巻き込まれる結果となってしまって、大きく順位を落としたんですけれども、その後は、フリー走行から感じていた車の調子良さっていうのを決勝レースでも感じることができて、かなり周りと比べて、いいペースで走り続けることができたので、その中でたくさん車もオーバーテイクできましたし、なんとか必死に追い上げて、フィニッシュすることができました。オートポリスは、なかなかそんな抜けないかなってイメージはあったんですけれども、車がやはりかなり好調さが際立っていたので、周りの車に対してこうどこからでも抜けるっていうような、そんな自信もありましたし、ドライバーとしても非常にその辺りが、アグレッシブに走れる自信につながりました。スゴー大会は、前線のオートポリスに引き続き、雨の予選となったんですけれども、本来もう少し調子がいいかなと思っていたんですけれども、残念ながらあまりこう周りと比べた時にパフォーマンスがそれほど高くなかったっていうところで、ここはドライバーの技量でもあるのかなっていうところは自分としては感じているんですが、残念ながら予選が Q2 で、落ちてしまうっていう結果になって、決勝に対してはスゴはちょっと抜きにくいサーキットなので、そういったところを踏まえると決勝のに対してはかなり厳しい位置になってしまったなという印象がありました。ただドライに関してはずっと好調さはキープできていましたし、2020年のスゴー大会も、それなりに調子は良かったっていうところも考えると、ある程度いい戦いはできるかなという自分たちの自信はあったんですけれども、やはりこうスゴーは抜きにくいっていうところがあって、本当はもう少しペースを考えるともう少し上位でゴールできてもよかったのかなという気はしますけれども、なかなか最後牧野選手を抜き切ることができずに、自分としては少し不本意な順位で終えてしまったなという悔しさが残る一戦となってしまいました。まず茂木大会に関しては19年、20年とかなり成績が振るわなかったっていうところがあって、21年シーズンのスーパーフォーミュラーの開催イベントを振り返ると、第5戦、第6戦が茂木と続いていましたので、何としても茂木を早く走らないといけないっていうところがやはりチーム全員の狙いでもあったかなと思います。その中で、それまでの19年、20年の不調というところからしっかり脱却をして、かなりこんなに車が変わるんだっていうぐらいな高いパフォーマンスで走り出しから走れたので、この車なら、茂木も勝てると、そういう自信は走り出しの段階からありました。そこから予選に関してはこう調子が良かったなりに自分としては絶対に落とせないっていう大きなプレッシャーがあったので、少し体が硬くなる場面もありましたが、しっかりと結果として最後ポールポジションを獲得できましたし、それが第5戦の優勝にも大きくつながった流れかなと思います。やはりこう周りのライバルがいての結果っていうところもあるので、過去振り返った時に絶対僕たちがこの茂木は調子よくないって周りの選手たちは踏んでたと思うので、その辺り何としてもここの茂木でそういった周りの選手たちの状況判断というのを覆さないといけなかったですし、それがしっかりと結果として表せたっていうのがまず僕たちにとって大きな意味があったのかなと思います。第6戦の茂木大会に関しては、予選が少しイレギュラーな形で天候も変わっていきましたし、ドライであれば、もう少し状況も安定していましたし、ポールポジションをしっかり勝ち取れたっていうふうに思うんですけれども、その中で途中で雨が降ってきたりで、タイヤをどうするっていう判断が非常に難しかったですね。その中でチームも、僕はその時点ではその予選でポールポジションを取るっていうことよりもチャンピオンシップを争っているライバルに対してどう戦っていくかっていうところをまず第一に考えて、タイヤ選択なんかも考えてもらったので、それがすごく、同じチャンピオンシップを争う人たちと同じ戦略でタイヤを使うことができて、で最後 Q3 ではそういった選手たちの前で予選を終えられたっていうことがもう最後の最後難しい戦いの一つ大きなとどめといいますか決定づける予選だったのかなと思います。決勝に関しては、こちらもすごく難しいコンディションでウェット路面から、ドライ路面へと変わっていくっていうところだったんですけれども、ここも、ドライで走る時間が長くなるだろうと路面が乾いていくだろうという判断で少しドライ寄りのセットにしていったんですけれども、それが微妙に裏目に出てしまったところもあって、なかなかアグレッシブなレースっていうのをお見せすることはできなかったんですけれども、やはり僕たちのそのレースの目標はここでしっかりとタイトルを決めるっていうところでしたので、あまり大きな無理もできませんでしたし、その中で守る時と攻める時と自分の中でうまく切り分けもできましたし、取れる時に取るというチャンスを逃さないっていう意味でも、その辺りが茂木大会で、チャンピオンシップを決められた一つの大きな要因だったんじゃないかなと思います。やはりチェッカーを受けた瞬間からその後っていうのは、これまでね長くこのスーパーフォーミュラに参戦させてもらってやっぱり結果が振るわなかったことがやっぱり 99% だと思っているんですね。なのでそういった過去の申し訳なさも自分の中にはかなり占めてましたし、だからこそ何としても結果を残したいという強い思いがやっぱりあったので、それが形にできたっていうところがものすごく嬉しかったですし、周りの方に本当にありがとうという思いがすごくあふれてきてましたね。いやもう声も出ないぐらいもう、やっぱり夢にまで見た瞬間だったので、なかなか声にもできなかったなっていうふうに振り返ると思います。それぐらい信じられなかったというか、本当に自分が取れたんだなっていう、ちょっと現実を受け入れられなかった、いい意味で受け入れられなかったような、そんなこれまで感じたことないような瞬間だったかなと思います。そうですね、第6戦の茂木大会っていうのは大津選手も優勝しましたし、チームは僕がチャンピオンを取れたことで、これ以上ない週末だったのかなとは思うんですよね。なのでなんかチーム無限のみんなの素晴らしさっていうのが表すことができた。最後やっぱりドライバーが最後形にするのが僕たちの仕事だと思うんで、それができたっていう喜びもかなり大きかったですね。最終戦の鈴鹿大会は、チャンピオンシップがその前で決められていたっていうところもあったんですけれども、ただチームタイトルとしてこのチーム無限にチームタイトルを持ってくるためにはやはり優勝しかないっていうところは僕自身もよく分かっていたので、だからこそドライバーのねチャンピオンシップは決まりましたけれども、それとは別に逆に今までよりも力が入るというか、そういったレースだったのかなと思います。そしてすごく自分の中では思い切ったレースができた週末でもあったかなと思いますし、最後ね残念ながら優勝まではつかめなかったんですけれども、アグレッシブなレースはできましたし、そうですね、チームの方からも、チームタイトル取れませんでしたけれども面白かったよっていうような声をねかけていただいたり、ありがとうって逆に言われたりもしちゃったんで、それも含めて最終戦思いっきり戦って。大湯選手と少し接触があって彼のチーム、そしてファンには申し訳ないっていう思いは当然あるんですけれども、でもそうやって思いっきり戦わせてくれたファンとチームと本当たくさんの人に感謝だなと思います。19年にチーム無限に加入して、21年で3シーズン目になるんですけれども、やはり、最初来た時はやはりこう自分の中でまだ自信もそれほどなかったですし、なかなかこう自分の意思とかそういったものを、少し自分で隠すようなところもあったかなと思うんですね。ただ、それは正直このスーパーフォーミュラで戦う上ではやっぱり足りない状態だったかなと今だと思うんですよね。でもそれをやっぱり変えさせてくれたのはこのチーム無限のみんながすごく協力的というか、こう勝つために何でもこう僕に要求をしてきてと言ってくれたのがすごく僕の中では大きかったかなと思っていて、なかなかこうドライバーっていうのはどういう立場であるかっていうのが結構チーム内でそれぞれあるかなと思うんですけれども、このチーム無限は本当にみんながみんな勝つためにレースをしているんだなっていうのがその言葉にすごく表れていて、なかなかそこまでドライバーに言ってくださる人もいないかなと思うんですけれども、それだけこうみんなで勝つんだっていう思いがすごくチーム全体で感じ取れたんで、僕もそこからどんどんねこう勝つために何が必要かっていうのをチームに要求するようになりましたし、ただだからこそ結果を残さないといけないっていう、責任感も自分の中でいい意味で生まれましたし、そういった一つ一つがこの3年間の間に積み重ねていって、最後21年の最後にはドライバーズタイトルを獲得できたんで、本当に一つ一つの積み重ねが大事だったなと、そういう印象がすごくあります。このカラーリング見て最初はやっぱり驚いたんですけれども、ただ今になって思うのはやっぱりこのカラーリングになってやっぱり目立たなきゃいけないというのはすごく開幕当初から思っていたのが、すごく僕に力を与えてくれたのかなと振り返ると思います。そしてこのカラーリングでやっぱりチャンピオンを取ったっていうのには、何らかの意味はあるのかなと思っていますし、これからもこのカラーリングに恥じないような走りが続けられるといいなとは思います。21年にチャンピオンを取ったっていうのも、僕としては、いろんな選手がいていいのかなと思っているんですよね。いろんなすんなり取れる人もいれば、僕みたいに8年もかかって取る選手もいていいと思いますし、それが誰かしらのちょっとした希望になれば僕はそれでいいのかなっていう選手として思うので、ここからさらに自分の中で思い描くものっていうのはやはり2連覇をしたいですし、その中でこんなに強くなれるんだっていうのを周りの人たちに思ってもらえるようなレースを続けていきたいなとは思いますけど、なかなか周りの、選手たちも本気で来るのがこのスーパーフォーミュラーなんで簡単ではないかなと思うんですけれども、その中でも負けないように頑張って、そしてこうチーム無限だったりね、このスーパーフォーミュラーのレースっていうのもたくさんの方に見ていただきたいし、また見たいと思ってもらえるようなレースを続けていきたいなと思います。